みなさんこんにちは。オノデラライフサポートのファンです。ベトナムから来ました。オノデラライフサポートのマリアです。フィリピンから来ました。今日はクリニケ診察の予約仕方を紹介したいと思います。みなさんどうぞよろしくお願いします。大丈夫ですか？最近咳とか鼻水がよく出るんですけど。それは大変ですね。早くクリニケ行かなければなりません。そうですね。で、マリアさん一人でクリニックへ行ったことありますか？はい、風邪をひいた時、家の近くのクリニックに行きました。でもこの時予約のことを知らなかったので、2時間ぐらいずっと待ちました。それは大変ですね。はい、それに大きい病院に行ったら病院の人に最初にクリニックに行ってくださいと言われました。そうですか。日本で病院に行く前にまず小さなクリニックへ行った方がいいと言われましたよ。はい、クリニックへ行くときは予約した人が先に見てもらいますが、予約していないと時間がかかりますよ。そう思います。クリニックによりますが、予約するときは電話やインターネットからできるところもあります。電話で予約をする方法を覚えましょう。まずクリニックの電話をかけたら、クリニックの人が電話に出ます。その時予約したいことを言いましょう。予約をしたいんですが。もう一度。すいません、予約したいんですが。次は何日の何時に予約をするのかをクリニックの人に教えてください。この通りに言ってください。何日の何時でお願いします。もう一度。〇〇の〇〇時でお願いします。もし予約した日付時間にできなかったら、もう一度受付の人に別の予約をした日付時間を言ってください。できれば2つ3つ時間を考えましょう。あと医者さんがどこか悪いのか症状を聞いてきますので、簡単に言いましょう。わからなかったら体調が悪い時に使うフレーズの動画をもう一度見てください。例えば、頭が痛いんです、お腹が痛いんです。ではインターネットでの予約方法を覚えましょう。インターネットで予約するときはクリニックのホームページを開いて、インターネットで予約ができるか確認して、ウェブ予約のページをクリックしましょう。予約ページに名前や予約日付やメールアドレスなどの情報を記入してください。インターネットで予約するのは電話の時間がない場合や電話で話せない場所にいる場合、これの方が便利で早くできますね。皆さんどうでしたか？風邪の時は近くのクリニックの診察予約をしてくださいね。それでは皆さん、体に気をつけてくださいね。バイバイ。